どうも、キスケです。ということで、本日はですね、PVP 回りながらおしゃべりしていこうかなと思うんですが、本日喋っていく内容は、6周年の第2弾についてです。はい。さあ、お相手のパーティー。おもろいパーティーっすよ、これは。スーパーサイヤ人パーティーで、ベジータで染めていくっていう。おー、いいね。コンセプトがあるパーティーはいいね。俺みたいに最強パーティーをただ使ってるだけ、みたいな。それもまた一つの楽しみ方なのかなと、ポジティブに捉えていこうかなと思うんですが、まあね、あれなんですよね。おーおー、すごい、上がってきやがれ。はい、頭上で返してさらに射撃圧をぶち込んでいく。あざーす、あいざいます。でね、一回ね、その予想動画をちょっと投稿させてもらったんですよね。阪神崩壊ザマスが全開覚醒するということで、まあ、ドラゴンボールスーパーの未来編から、新キャラクターが来るんじゃないかっていうことをちょっと予想したんですけども、そのコメント欄に、まあ、面白い予想があって、まあ、それ何かっていうと、トランクスとゴハンのタッグキャラクターなんじゃないかみたいな予想があったんですよね。そう、面白くね。でしかもそのタッグキャラクターがホープソードトランクスと石腕ご飯みたいな夢のタッグですよ。うん、それをねちょっと話していきたい。さすがだぜベジータ。さあ、マッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。はい、でまあ、ドラゴンボールレジェンズっていうゲームは、そのオリジナルキャラクターを出すっていうのはもう決定したじゃない。フェスティバルでね、悟空バーダックがまあ実装されたわけなんで、だからね、無理のない範囲でそういうオリジナルなタッグキャラクターを出すっていうのはやっぱありなんじゃないかなって思うんだよな俺。だいぶアリ寄りのアリだと思う、マジで。さあせねえ、まあ、これ普通にコンボでいいや。体力半分以下になると手札破棄が入っちゃうので、はい、ペリーつけるぜ。だ、そう考えると石腕とホープソードトランクスのタッグなんて超見てえよマジで。うん、超見たい。でね、予想したタイミングでそのま、合体ザマスとか、キラベジとか、そういうキャラクター、その、なんかインパクト弱くねみたいな話をしたんですよね。そう。インパクト弱くねみたいな話して、けど、そのオリジナルキャラクターですよね。はい。来ないか。オリジナルキャラクターで、その、ホープソードトランクスと石腕ご飯っていうタッグなら、俺は満足できるというか、かなり執念向きだなぁとは思うんだよな。わかります？はい。クレイヤグレーくたぶれドリアーグググググ強っ強いね。タケキャン振っていくか。オッケー。まあ必殺アーツあるよね、多分。オッケー。ミスった。こっちにしちゃった。行くぜ。ナイス。おい、このまま殴っちゃうよ。トントントン拍子にね。はい、さらにここでアーツドローを挟んでいく。悪くない、悪くないです。 OK、 いやー、いいです。はい、じゃあ結局打っちゃいますか。容赦なく。そっち残すんや。まあ、ラスワンご飯残した方が強そうっていう、無粋な考えもありますけど、相手は6周年を楽しんでる。それでいいじゃない。それでいいじゃない。それ以外ないじゃない。これタックル合わされるかな、ライジングラッシュとか。まあ、ライジング合わされても問題はないけど、クイックアタックまでは、さすがにいけるか。OK。やばくない？それは。それはちょっと、
そうは問屋が下ろさねえやい。やい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 。ベランメイ、バーロー。変身しましょう。で、これでライジングラッシュでいいかな。いや、俺は見たいね。セキュアンとホープソードのタッグ。めちゃくちゃ見たい。はい。それやったら俺は期待できる。ちょっと、6周年の一発目がさ、合体ギミックのある超人気キャラクター2体同時実装だったでしょ。だから第2弾どうすんだって思ってるんですよね、本当に。インパクト的にヤバくねえかみたいな、そういう予想はあったんですけど、まあそのオリジナルタッグやったらね、結構盛り返せるかなっていう。さあマッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。お願いします。いやー、海洋神とやりたくねー。マジ強くない？海洋神超絶うざいんですけどっていう能力してんだよな、マジで。その3体か、了解。無料の18号。ちなみに無料キャラクターに価値を見出してないんで、僕は能力見てない。能力見てないです。さあお願いします。一発でいいわけ。はい、かかってきやがれ。シュー。あー、ラッキー、ごめん。勝ちやっちゃったね。ソーリー面です。まあ、特殊カバチンあるうちに、うん、変えといて。オッケー。これベジータで一回使っちゃったよね。いや、オッケー。さあ、さらに、かかってきやがれ。さらに行こう。いや、海洋神マジ強いと思うんだよな。お、必殺技か。強っ。やらかし。なんか一瞬今、バニシング奪われたように見えたんやけど、気のせいやったわ、ごめん。錯覚見えたわ。幻覚が見えちゃいましたから。よろしくどうぞ。ドロソクダウン、エグ。オーケー。パンチ暗いな。通常で返していく。さあ変身できるけど、おお、まさかの。それは美味しいね。バニシングない居座り、ありがたい。海洋神って何カバチェンかもう知らんねんけど俺。何カバチェンなんすか、ちなみに。行くぜ、ガラ空きだよ。 OK、 いいね。ただね、ドラゴンボールがね、一生来ない。一生来ないです。打撃圧も封印されてます、海洋神のおかげで。難儀です。合わさった。おお、マジかよ。いやー、これはもう変身できちゃうよね。いやー、まずいなー。まあでも残すんやったらご飯だよな、さすがに相手の色的に。でこれライジングラッシュでしょ。全然ボールたまらんねんけど、なぜなぜ。マジ悲しいねんけど、こんだけ俺が攻撃与えてんのに。泣いた、普通に。普通に泣いてます、今。涙流しながら動画撮ってます、今。外しませんよ。カッチンコ、カッチンコ。麻痺はやだね。OK、サンキューメン。いやー、通常で返して。結構バニシング奪った後あれだな、アーツ打ってくるね。うっとしいんだよ。まあ閉じ込めるか。 OK、 とりあえず1体ずつ落とそう。うん、で、これで、ライジングやっと溜まったんで、倒しきろうか。あら、ドラゴンボールなくなっちゃった。なくなっちゃったわ。
ドラゴンボールが、はい、ああそうだよな、うん、バニシングウーバッターとアーツ打ってくんだよな、それはありがたい。お、ライジングで当たった。これで分かっただろう、格の違いってやつがな。